ソーシャルカムとは iPhone と Android に対応しているビデオアプリケーションで2011年3月7日より公開されている。携帯端末で Facebook や Twitter といったソーシャルネットワーキングサービスを通してビデオのキャプチャーや共有をすることができる。2012年7月、アプリケーションのダウンロード数が1600万に達し、オートデスクが6000万ドルで買収した。 ソシャルカムを設立したのは、マイケル・セーベル、アモン・バートラム、ギオーム・ルシサーノで、本社はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコにある。動画へ、フィルターや、テーマ、サウンドトラックを適用したり、Facebook へのスムーズな統合が可能である。ソシャルカムの最終目標は、すべてのスマートフォンにあるデフォルトのカメラを置き換えることで、ある。ブルックリン・ネッツ、リプトイスティ ニューヨークジェッツ、シエラミスト、ジェネラルエレクトリックといった多くのブランドがビデオコンテンツでソーシャルネットワーキングユーザーを引きつけるためにソーシャルカムを活用している。ソーシャルカムブランドの完全リストである https コロンスラッシュスラッシュ socialcam.com スラッシュ l e a d e r p o r p スラッシュブランズでブランドのリーダーボードが参照可能である。 2012年7月9日、ワシントンポストはソシャルカムと提携し、2012年ロンドンオリンピックでのソシャルカムのオフィシャルニュースパートナーになったと発表した。ソシャルカムとワシントンポストは、ロンドンアイズというオリンピック期間中のロンドン周辺でユーザーが撮影した動画のインタラクティブ地図を制作するための共同作業を行った。また、 2012デモクラティックリパブリカンナショナルカンベンションスでのアンコンベンショナルビハインドザシーンズアットカンベンションスの制作で再び手を組んだ。Facebook 上でのソシャルカムの人気は2012年春に以上で異常に積極的な勧誘で急激に上昇したとされる。ユーザーはそれらが起こることを意識せずに見たものを共有していることが多くの批評家に侵襲的。 いじめと批判された。また、このことは Facebook が登場したコンテンツでお気に入りを実行したかどうかの疑問を投げかけた。この批判に対し、ソシャルカムは、早急に数点の変更で共有機能を理解できるように簡単にした。ありがとうございます。